グレンドセスは、スペーサイド地区にある、バーンオブロセス付近にある、グレンドセス上流所で生産される、シングルモルトのスコッチウイスキーである。グレンドセスは、ブレンデッドウイスキーの原種として評価が高く、その98%が、カティーサークやフェイマスグラウスといった、ブレンデッドスコッチウイスキーに使用されている。日課ウイスキーの創業者である、竹鶴正隆が、ウイスキーの製法を学んだ。 上流所の一つとしても知られている。グレンドセスは2010年にエダリング店グループからベリー・ブラザーズラットに売却されたが、2017年に買い戻れている。1993年より、グレンドセスは他の多くのシングルモルトと異なり、ボトリングは熟成年数ではなく製造年によって決定され、ボトルにはワインのように製造年が記されている。 ただし、ヴィンテージリザーブ、シェリーリザーブとして販売されているものはヴィンテージではなく、複数のヴィンテージをブレンドして製品化している。グレンドセスは、主にスペインのシェリーソンによって熟成されるが、バーボンソンも使用されている。特別なボトルとして、特定の都市のウイスキーソン一つから瓶詰めされた、シングルカスクの製品がある。また、1980年代後半、 グレンドセス上流所がグレンドセスをヴィンテージとして売り出すと決心する数年前に1974年以前のウイスキーンは同じ場所で熟成されたままになっていたがこれらの樽は30年もののグレンドセスとして販売された。これは1134点しか販売されなかった。日本で販売を行っているレミーコアントロージャパンではグレンドセスの特色について ヴィンテージシングルモルトが、新庄の、スコッチウイスキー業界のパイオニアと表現している。ウイスキーライターのマイケル・ジャクソンは、グレンドセスについて、方向があり、甘く、スパイシーでフルーティー。ディナーの後に適していると評価している。この蒸留所は1878年、当時近くのマッカラン蒸留所を経営していた、ジェームズ・スチュアート &CEO によって設立された。 最初のウイスキーが蒸留期から生まれたのは1879年12月28日で提供の崩落事故が起きた日とちょうど同じだった。この蒸留所の船では不安定で火事や事故にしばしば悩まされてきた。標準強度以上のアルコール分を含んだウイスキーは手術のようにとても燃えやすく、蒸留所はその代償を払わなければならなかった。 1896年には2つ目のキルンの拡張工事と上流機の2機から4機への増加に取り掛かったが工事が終わる前に1897年12月の火事で甚大な被害を受けた。上流所はさらに1903年の重大な爆発事故でダメージを受けた。1902年には第一倉庫の火事により約20万映画ンのウイスキーを損失した。 1962年のさらなる火事を機に拡張が行われ、1982年のさらなる再建により、蒸留機の部屋は5つのウォッシュスチルのための蒸留機と5つのスピリットスチルのための蒸留機を備えるようになった。2015年より、デミーコアントロージャパン株式会社にて販売。すべて 700ml。ありがとうございます。